はぎれを活用してマチ付きのミニポーチを作ります。今日はこんな感じの少ない材料で作れるミニポーチを作ります。マチはこのように折りマチになっています。お菓子や絆創膏やお薬なども入れられます。簡単に作れますので、ぜひ作ってみてください。用意する材料はこちらになります。縦23センチ、横12センチの表布と裏布と接着芯を各1枚ずつ。接着芯は今回は厚手のものを使います。ホックを1組、では作っていきます。表布の裏側にアイロンで接着芯を貼ります。接着芯が貼ってあります。蓋の部分をカットしていきます。角から2センチのところを線で結びます。裏布と表布を中表に重ねます。重ねたまま線でカットします。返し口の印をつけます。ここに5センチの幅の印をつけます。周りをクリップで留めます。返し口を開けて縫い代1センチで一周縫います。返し口を開けて一周縫ってあります。糸を切らないように注意しながら角を切ります。蓋の部分はこんな感じでカットしてください。こんな感じで角がカットしてあります。返し口の縫い代を割って返し口から表に返します。表に返せたらアイロンで形を整えます。角もきれいに出してください。こんな感じでアイロンが当てられたら、返し口がある一辺を縫い代2ミリで縫います。ここが縫ってあります。端から10センチのところに着ペンで印をつけます。印で折ります。表布が上になるように折ってください。折
ったところから 1.5 センチのところにチャコペンで印をつけます。印で折ります。ここに合わせて折ります。こんな感じで折ってあります。両サイドをクリップで留めます。ここを縫い代2ミリで縫います。こんな感じで縫ってあります。最後にホックをつけます。つけたいところにチャコペンで印をつけて、目打ちで穴を開けてホックをつけます。プラホックのつけ方はショート動画でも紹介しています。付け方がよくわからないなという方はそちらの動画もご覧ください。反対側もチャコペンで印をつけて、目打ちで穴を開けてホックをつけます。これで完成になります。今日はこれで終わりになります。ご視聴ありがとうございました。気に入っていただけた方は高評価、チャンネル登録お願いします。